歯原性腫瘍とは、高校内に発生する腫瘍のうち、歯の発生過程における各組織の細胞が発生母歯細胞となる腫瘍のこと。1992年の風の分類が一般的であったが、2005年にその分類が変更され、各学会や歯科司国家試験などはこちらに準拠するようになってきている。エナメル上皮腫の発生率が最も高く、 ついで核化能法性派ン性腫瘍、死が腫、骨関連腫瘍と続き、99%以上が良性腫瘍で悪性腫瘍の発生は稀である。派ン性腫瘍の分類法、極の統一については論争が続いている。風の分類も、1971年の最初の分類以降、1992年、2005年、2017年と分類が変更されている。 以下は2005年の第3版のもの。AB 日本高校主要学会学術委員会、派原性主要治療のガイドラインワーキンググループ、委員長、柴原隆彦、委員、森田翔介、杉原和正、美濃和之幸、山口明、山田孝文、2005年新風国際分類による派原性主要の発生状況に関する疫学的研究。 日本高校主要学会誌、第20巻第4号、日本高校主要学会、2008年、245から254ページ、一瞬0915から5988、オンライン一瞬一瞬1884から4995、2010年7月3日閲覧。ありがとうございます。